在英国日本国大使館は、イギリスに今する日本大使館で外務省の特別の機関である。2018年10月1日時点で、在外交官別在留法人数は、在ロサンゼルス日本国総領事館、在ニューヨーク日本国総領事館、在台日本国大使館に次いで第4位となっている。ロンドンピカデリー W1J7JT。 総領事館が併設されていた名残を示す大使館の名場イギリスにおける日本への理解促進を目的として広報文化センター図書館が開設されている。日英史や日本文化に関する書籍約3800冊、新聞祝冊版、DVD や音楽ソフトなどを備える図書の考え貸し出しも実施している。また、 かつては在ロンドン日本国総領事館が併設されていたが2011年12月31日に閉鎖され大使館が領事業務を引き継ぐ形で総領事館を九州合併した。スコットランド及びイングランド北西部については在エディンバラ総領事館の管轄となる。ありがとうございます。